俺は力を手に入れた。行くぞ。さあな。はい。ダメダメ。行くぜ。行くぜ。白身がぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすって言ってばよ。行くぞや。行くよ。よし、よし、1回でね、いけたの。でも2回でいけたのは本当にいいっすよ。僕知ってますからね、失踪した実況者の中にね、ひなり3回ぐらい負けた人がいらっしゃるんでね、はい、知ってますね。その人のね、なんか無念を今晴らした気分だわ。お前もそう、あざとい顔してるけど許さない。お前は許されない。お前も結構数々の実況者を葬り去っとるからな。お前許されないぞ。うん。というわけでですね、まあ、決勝戦までいけますんで、ここからはさっきのあのチートみたいなパーティーを使わなくても決勝戦からやり直せるってことでね、かなりちょっと気持ちが楽になります。ただしこの決勝戦もそこそこの実況者を絶望の底に叩き落とす強烈な初見殺しがございます。辛いな。相手としても厳しいんだよな。決勝戦分野の相手がですね、悪魔系なんですけど、シャドウサタン、アークデン、ホースデビルっていう呪文を使えるやつが多いんですよ。呪文は鬼コンボをまあ吹き飛ぶんですよ。もうきつい。ブーヤンのそこそこ強い点っていうのは、呪文という安定打点、そして火力の高いね、2体。で、呪いという状態上です。なので、最適択を言うんであれば、ボーンファイターが合体モンスターの中ではそこそこいけます。合体モンスターでいけるのは、一番いけるのはボーンファイターです、この中で。で、または死神貴族とか、そのあたりの呪いに強いゾンビ系を入れると結構楽になるんですけど、そんなものはありませんので、鬼コンボで参ります。はい。まあ、仮にも鬼コンボもね、悪魔の一匹、悪魔の王として、君臨するぜ。あ、悪伝狙うの賢いね。さっきより打撃は通りやすいはず。ホースデビルだけ。ホースデビルだけだよ。あっ、ホースデビルが打撃対象持ってるね。悪伝狙いたいところであるけど、さっき外してくれたな、見事に。おい、ダグメフト。いや、まあまあそんなに食らわないか、さすがに。ホースデビルの目、メラミがね、だいぶ食らうんですよね。で、ブーヤンってのは強烈な初見殺しが一つあります。それをとりあえず捨てごっかなとは思うんだけどな。さあ、お互い1ピロリ、合体モンスターの1ピロリとね、悪伝の1ピロリは全然重みが違うけど、ドルマも結構さっき食らってたからな。ナイトリッチのあれ、ドルマであれでしょ、行って。対戦持ってるのか本当にこいつ。いやー、まあダグインパクトに来る分には普通の打点ではあるから、そんな食らわないんだよね。うん、イオナズンの方が怖えか。キャー。敵にした時のイオナズン強いんだよな。うん、いや食らいすぎなんだよな。いや、これは、このターンの打点大事だね。頼むぜ、ウルトラサンプ。いけ、よいしょ。あー、まあ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 、別に悪いとこではない、うん。しっかり当ててくれば大丈夫だよ。よいしょ、いいね。次も防ぎます。ここ防ぎます。ブーヤン使う SP カード知ってるんで、風マンです。このターン、ブーヤンの初見殺しがあって、グランドデビルなんですよ。で、大体高校で発動するっていう仕様を持ちます、さらに。なぜか高校で発動するグランドミラー。攻撃系 SP をお互いぶつけた時に大体高校で発動するグランドミラーで、みんなやられてる。なので、ここを防ぎます。ただ、厳しくなってくるのは、風のマントを使うことにより、こいつはいいんですよ。こいつは絶対良すぎるんですよ。残り2体が無理です。残り2体はそのまま食らいます。それなんだよね。有利にはなれると思うんだよ、グランドミラーを防げるだけで。ただ普通に悪伝とホースデビルの火力が高いから、押し切られる可能性はあるな。いやー、風のマントで呪文は防げないからな。そうなんだよな。だから防いだところで、さっきの仁王立ちみたいな圧倒的優位に立てるわけではない。いけ、頑張れ頑張れ。お前も悪魔やろ。お前も一応悪魔やで。ちょっとちょっと助けてくれ、助けて、鬼ゴモ走ってくれ、鬼ゴモ走って、鬼ゴモ走って、
鬼コンボワンチャン走れるかも。悪伝あたりに割り込める。あ、鬼コンボは素早さな、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 は？あ？おかしいな、おかしいな。鬼コンボってさ、皆さん、鬼コンボってのはね、悪魔系に分類されます。皆さん、悪魔系が今呪われております。悪魔系がですね、なんと呪われております。もう鬼コンボ一体何をしてきた、もう本当にゴミだっす。死ねー、勝負あり。お前悪魔やめろ、お前悪魔やめろ、本当にもう数々の実況者とね同じ目にあっております。今私はさ、再びリベンジの場合にやってまいりました。さっきはごめんやってくれたよな、ワクワクする楽しいバトルいっぱいする。本当に魔人ブーみたいな顔しやがってよお前。まあ、通常攻略でもそこそこ鬼門ではあるけどな、ここ、うん、特にマスターカズスキャンを理解してない実況者の方、まあ、基本的に実ね、初見プレイでマスターカズスキャンを理解する方が難しいんですけど、ぶっちゃけ言えばそういう方は称号とかでやらなくちゃいけないから、単純に難易度が高い。特に合体モンスターを合体モンスターで行く人もおったんですよね。なんだかんだでモンスターマスター大会に、まあ、ちょっと称号とかよくわかんないから合体モンスターでやるよって人もいたんだけど、なかなかね、勝てる合体モンスターいなかったね。ボーンファイターがそこそこいけるっていうのは知ってるんですけど、マルチエレメントソードが使えるから。まあ、ただ、もちろんボーンファイターじゃないんですよ、こいつ。鬼コンボなんですよ、こいつって。こいつって鬼コンボなんですよ。ボーンファイターではないです。なんだったらボーンファイターより後に出てるんで合体モンスターなので強いはずなんですけどね。いけ後に出た合体モンスター弱いわけがない。いけ、同じ悪魔としての強さを見せる。同じ羽生えとるの、悪魔の羽が生えてんだよお互いな。アークデーモンの羽いっぱい、アークデーモンの羽かっこいいな、こうして見るとみんな羽生えてるからね。てか悪魔なんか怖いんだけども、さっきのさ悪魔やで、悪魔の代表格ね、悪魔のでっかい悪魔ってことは悪魔の王みたいな、デーモンキングみたいなとこありますからね。まがまがしい光をねこうやって避けていくのはありがたい。さすがに呪われんって言ってる3ターン目にネビル打ってくるから、ここは防ごう。でウルトラスタンプ頼むよ、頼む、行こう行こう、ウルトラスタンプで削って、ナイス、これこれ当てれる、よし、これはいったおやっぱりな、いや無理、ネビラの最大程度850程度、余裕、大丈夫大丈夫、ブーやん、数多くの実況者の借り返したぜ。ギガネインが強いだけのゲームだった。よっしゃ、いったー。正直どっちも2回でいけたのはすごいな。正直ヒナもブーヤンも2回でいけたのはすごいよ。鬼コンボ実際これってすごいことなんですよ。数多くの初見実況者がね、ヒナに3回やられ実施出走したり、ブーヤンに5回ぐらい挑戦したりする人が多い中、鬼コンボなんぞれ2回でいけたのがねびっくりですよ。もう泣いとる、うわさっき勝ったじゃんそうだよ、ブーヤン泣かれて、いやあなた1回優勝してるのよいやまた頑張る、俺だよ泣きたいの、泣きたいのこっちだよでもよくいけた鬼コンボ、なんだよこれと、モンスターバトルロード船目のサーシーだから、俺そうとは思う。ただ鬼コンボは頑張ってたね、うん、会心出したら急に変わったもん。頑張ったよ鬼コンボ俺合体モンスターでこれやったことないからさ。でもね、まあ、ただただ難しいだけの大会だったな鬼コンボでやるんかないやちょっと考えさせて